エトラちゃんは見た。最初に言っておく。今回は少しショッキングな体験談だから気をつけてほしい。特に血が苦手な人は。俺は赤松。どこにでもいる死にかけている男だ。話は少し前に遡る。赤松、暇なら食器拭いてもらっていい？ああ、俺とカリンはもう付き合い始めて数年になる。悪い悪い。まったくもう。今は俺の借りているアパートで同棲中だ。喧嘩する時もあるが、互いに尊重し合って人並みに幸せな生活を築いている自信はある。そろそろ結婚も視野に入れているところだ。あ、今日買い物行くの忘れてた。ああ、俺行ってこようか。え、でももう遅いし。コンビニでよければちょっと出てくるよ。たく、お酒でも買いに行くつもりだったんでしょう。バレて。それじゃあついでにお願い。あまり遅くならないでね。お酒は一本ね。ああ、この日も俺はカリンに頼まれついでに普通に買い物に行っただけだった。ねえ、何買ってくんの？ああ、そうそう。ケチャップと。今日は少し冷えるな。そう、何もないはずだったんだ。よし、買い物終わりっと。ん？お前、今日も来たのか？この猫はこの辺りに住み着いている猫、地域猫ってやつだ。結構人懐っこくて俺もカリンも気に入ってるし、このアパートでも可愛がっている人は多い。しかしお前、よくそんなとこに乗るな。危ないぞ、落っこちて怪我すんなよ。わっ、ちょっと。おい、なんだ、今日はやけにひっついて。わっ、やら。こうして俺はその場で思い切り階段を踏み外してしまったのだ。なんだこれ、くそ痛え。とりあえず起きて。息ができない。というか、息を吸おうとしても吐こうとしても内臓のどっかに激痛が走る、そんな感じだった。やべえわこれ、なんか視界もぐるぐるして。何の音かしら。今の声、お隣のツツジさん。ガリンさん、さっきから一体。赤松がなん…くそ…赤松、うっ、カリンさん、しっかり。カリン…え、なに、俺どうなってんの。おーい、一体何の騒ぎで。あなた、赤松さんが…何。つつじ、カリンさん、警察、救急車は。いえ、まだ…え、そんなにひどいの。俺は電話かけてくる。赤松さん、下手に動かすんじゃないぞ。カリンさん、赤松さんはまだ生きてる。うん、生きてる。赤松さんに呼びかけ続けるんだ。本当に死んでしまうぞ。はい。あ、赤松、カリン、しっかりして。赤松、これ全部俺の血。ここにいたり、ようやく俺自身がどうなっているのかだんだん分かってきた。あまりにも現実味のない光景。俺を中心に飛び散り、周囲に真っ赤に染めた液体。何やら人の、俺の一部だったとはにわかには信じがたい何か。趣味の悪い映画でしか見たことがない悪ふざけのような光景だが、その中心にいるのは間違いなく俺なのだった。そういや、なんか生温かいというか気持ち悪い。あれ、でも冷たいような。これ俺の体温が下がってんのかな。いや、まあこんな重症ならそうか。重症か。赤松、死ぬのか。階段から落ちて、間抜けだな。カリ、赤松こなあ。いや、しっかりしてよ。赤松、怪我人はこっちです。マジか、救急隊だ。もうこの時俺は半ば諦めたというか、意識がかなりぼんやりしてきていた。これはなんて出血だ。何をどうすれば一体こんな。刺されたのか。とにかく一度体を。聞こえますか。あ、そういや俺、救急車乗るの初めてだな。助かんのかな。いや、無理か。よし、それじゃあせーの。何何その顔。これゼリーだな。これカリンの好きなやつだ。
コンビニで追加で買ったやつだ。でこれもピザマン一つ。ピザマンの袋だ。あー、ケチャップと酒だ。でかいのしかねえのか。今日はレッドアイにしようかな。あ、カニカマ持ってかれた。袋ごと。これつまみにしよう。あ、そうか、それであんなに寄ってきたのか。あいつ、あの時の空気を俺は一生忘れないだろう。カリンもご近所さんも、ていうか俺もとんでもねえトラウマになるような重傷を負ったと思ったが、実際には買ったものをぶちまけて体ですりつぶして被害が拡大していたように見えただけだった。ああ、じゃあとりあえず起こしますね。はい。あの、彼女さんもこちらへ。はい。結局フラッタの目には合ってないにしろ、肋骨数本と足の骨にひびが入っていたため、俺は入院することになった。まあ階段から転げ落ちたのは事実なわけだしな。本当に人騒がせなんだから。悪い悪い。まったく。カリン、そのありがとうな。は？いや、あの時めっちゃ泣いてたじゃん。あ、なんか大事にしてもらってたんだなって思って。悪い、俺こんなだけど、これからもよろしくしてもらえると助かる。バカじゃないの。もう二度とあんなことごめんよ。二度とって、そんな。しょうがないわね。もう二度とあんなこと起きないように、私がしっかりついててあげるわ。カリン、バカ、まだ動くなっての。これで今回の体験談はおしまい。そしてここからは余談だが、ってことがあったんだよな。いや、赤松何してんの。危ねえな。この時の話は俺にとって鉄板のトークのネタになった。だが、もうでも無傷でよかったよな。ねえ。あ、無傷？猫ちゃんだよ。え、ほっとしたよ。いやー、よかった。赤松が思わせぶりに話すから、俺はてっきり赤松が猫ちゃん潰しちまったのかと思ってよ。ほんとほんと。この話をしてもほとんどの人は俺ではなく猫の方を心配するのだった。猫ちゃん無事でよかった。そうですね。俺肋骨やってんだけど。ご視聴いただきありがとうございました。死んでしまうかもしれないという時こそ本心を伝えないといけないとなるものなんでしょうね。まあ命あるからこそ笑い話にはなりましたけどね。その場にいたみんな気が気じゃなかったことでしょうね。何にせよ階段を踏み外すというのは日常的にも起こりうることなので気をつけていきたいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。